はい、今回はですね、春、桜エビと白アスパラの炊き込みご飯と、それからチーズを使った、炊き込みご飯2種ご用意させていただきました。最後までよかったら見て、コメント等、書いてってくれたら嬉しいです。よろしくお願いいたしま皆す。さん、一番お元初気めでしはょうまずか？はすき焼き風の牛肉焼きはい、ままあ、す。チャットしてください。今みんな飯テロを待ってるんじゃああ、ない？なるほど。今日だからこっちにライトすれば顔が結構映るかな。ああ、確かに。ちょっとこっちが読みづらくなっちゃうんですけどね。ああ、まあまあまあ、大丈夫でしょう。もうちょいこっちずらす。ああ、でもいいですね。すごい、ライト、照明が。肉開けて3回ぐらいします。開けちゃいます。どっちも開けちゃいますか？どうぞ、開けちゃいましょう。どっちも開けちゃってください。いや、本当は砂糖醤油でいつもすき焼きはね、焼くんですけど、今日は味噌で食べていただくので、なるほど。そのままでいいかなって。いいですね。役者が揃いましたね。揃いました。いろんな言葉の人が来る。でもいろんな言葉だいぶ落ち着きましたね。落ち着いた。やっと落ち着いた。でも最初途中からもうみんなブワーって書いてくれるから、歩きながら見ててすごいなと思って。アラビア語多いな今日みたいな。俺アラビア語読めねって翻訳語で言ってんだけど、なかなかいないですね。それ大学生に読ませて、なるほどなるほど。でこれ今度写しながら翻訳できるから。ああ、そうなんですね。そうなんです。ただなんかパッチモンの感じがするから、なんか他のギャグとかは拾ってくれないから。はい、すごい翻訳になっちゃったりするんですよね。まあそんなもんですよね。まあまあでも面白いですけどね。確かに向こうの人も楽しんでくれてるし、僕が読み上げた文章に対してすごいこう反応してくれるので、まあまあそれはそれで。で向こうの人がまた日本語翻訳で書いてくれたりとかするんで、あ、そうなんですか。そうなんですよ。それを読むとなんとなくニュアンスが伝わるんで。面白い。まゆみさん、またニンニクだね。そうなんですよ。ニンニクなしでは生きていられないですからね。僕はね。うわー、ニンニク。うわ、肉。肉。いや本当はこれポン酢とかで切ってもめっちゃうまいけど、ただ焼いてポン酢の美味しいの買ってきて大根おろしとポン酢で切ってもめっちゃうまいのよ。絶対うまい。だけど今日はほらやっぱニンニクで食わないと尺が埋まらないんで、さっとね。いやうちはこれ砂糖醤油で焼いたやつにたっぷりウニを乗っけて食べてもらってる。別の皿に取りましょうか。そうしましょうか。ぜひ切っちゃいますね。はい。ね、本当ですよね。日本食。みのりさん、日本食は人気ですわ。英語が来た。英語来た。They eat rice with なんだこれ。grilled beef。とりあえずみどりさん翻訳してそこへ書いといて。これとりあえずいっぱい食べられる人よしと思って一番初めに食べた。僕食べたら今日終わっちゃう。あ、本当ですか。ここにちょっとなんか見えるような感じでね。このカメラは何カメラなの？これ料理用のカメラです。ああ、なるほど。抜けるように。ああ、なるほどなるほど。牛肉でございます。うぃ。
牛肉でございます。ういなんですか、めっちゃうまそう。さすがだね。いいね。うわどうや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 。そのまま食べても味ないからね。よっしゃ、じゃあぜひあの味噌をかけるだろう。ニンニク味噌こんばんは、つけていきましょう。はい、あ、心さんこんばんは、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。結構やらかい、あ、そうですね、うん、結構無沙汰してます、はい、ありがとうございます。さあ見てください、低温でじっくり焼いてきましたんで。私一人で行っていいんですか。で今日のゲストですよ。マジですか。今日あの島根県産のキムネスメというお米ですね。すごい 2.5 に揃えたものをご用意させて、はい、どうやって食べよう。どうやって食べよう。箸もう一個持ってこった。切れる。よかった。いいな。立的なやつとか。なるほど。スーパーで買ってますよ。スーパーで買いました。そうなの。一気に暑くなったんじゃない？牛肉買って。暑いですね。暑いです。7名の皆様、お元気してますでしょうか。またお飯くるごとなってきます。ご飯を食べながら見てないとなかなか辛くなってくるですよね、お師匠さん。ベーコン刻んでみたんで、さあお願いします。お姉さま真ん中に、ね、センターインでお願いします。ダイレクトインでお願いします。おおおおすごい、なんか後で炊くアスパラガスとあの桜エビのご飯がなんかかすむね。これはなかなかそうだな。すごいな。ちょっと熱いです。はいはいはい。あ、お元気だそうですよ。元気です。今返事。ありがとうございます。ありがとうございます。時差がない。いいですよ。ありがとうございます。最高です。おいしいとこでいただいて帰りました。いい感じ。まあ本当だ。なんかすごい美味しそうに見える。いやめっちゃ美味しそうですよ。もうこれだけで美味しそう。さて今日はそのことで、あのめったに使わない白ワインを今日は入れて炊いてます。日本酒の代わりに白ワインで。でも日本酒、あ、白ワインだけで炊くわけじゃない。
なると完全に養殖ですよね。そうですチーズだから白ワインあるんじゃねってことで、まあ、臭み消しとか、臭み消しとか、あとは風味付けとか、大きいペットボトル用意それに全部入れてストローして、ね、ストローしたからそれめっちゃ悪用意するやつはい、ありがとう、はい、じゃあ蒸らしていきます。はい、こういう、そうです、こういう土鍋が、まあ、それね、超安いやつで、へ、これも蓋もこれセットなの、こういう、あの撮影用にこれだったら上から撮って中が見えるかなと思って、でもね意外と曇っちゃうんだよね炊いてる時にね、あ確かになるほど、あ泡盛もいいですよ、あですよね、僕もそれ今言おうかなと思ってました、泡盛とか飲まないんですかって、泡盛ね、フィリピン人の親戚にいたよ、親戚に、すごい、フィリピンの可愛い女の子と弟おじさんが結婚するイメージすっごい、確かに優しいからいいっていう話を、確かに開けました、開けましたチーズ、じゃあ皆さんサムネの準備をはい、サムネの準備を、そんなに匂わねえな、あ、本当ですか、タオルはね、開けたらわかりませんよ、あ、そう、いや、もっと近くにあ、なんかすごい、おお、うわぁ、うわぁ、めっちゃいい匂い、超チーズの匂い、ああチーズがなんかすごい、あ、めっちゃいい匂い、アースティスティックなオブジェになっておりますね、すごい、こんななんか綺麗にチーズ溶けるんですね、ハワイの火山みたいじゃない確かにすげえ、ハワイの火山、ハワイの火山ですね、はい、あの溶岩が柔らかいと思います、あ、結構重い、すごい、どんな味になるのか、ね、おお。ビジュアルは違うけど、ちょっと混ぜてみますね、はい、そうですね、あ、松本さんも食べたいです、食べたいです、食べたいですよね、カメラ回してないか、ショートの方が、あ、撮ってください、混ぜるところと、あ、でも混ぜてください、混ぜてください、お願いします、お願いします、じゃあすごいあ、すごいチーズ柔らかい、すごい、チーズ柔らかいっす、柔らかい、すごい、ほんとだー、へぇ、うん、クリームチーズ、うわー、何これ、すごい、いや、いいですね、すごいです、あ、すごいです、長うんなかきこは、こんばんはです、へぇ、あ、そうなんだ、あ、すごい、長うんなかきこ、かわいすぎないだ、確かに噛みそう、ガーリック&ハーブチーズの炊き込みご飯、あ、切れ目が、あら、あ、切れですか、
ようございますみたいな感じ。イントネーションが気になりますね、うん、そうですね。よし、じゃあちょっと言ってみよう。はい、にゃはぁなぁなかなか、なかなか高ピッポーン、なかなか高ピッポーン、なかなか高ピッポーン。それ某某キムなんとかの人ですよね。今日あたり来るからね。今日か明日か。あ、そうなんですか。あの韓国の、あの大統領選挙。ああ、そっかそっか、今選挙してますもんね。なんかこれで故障なんだろうね、きっとね。あ、確かに。なんかすごいですね。ここ食べる？やめる？はい、じゃあ私らで行こうか。はい、え、食べないの？あ、なるほど。そういうことか。でもこのチーズならね、絶対食べてたでしょ。わ、すごい。桜エビ、うん、すごい。ほぼご飯が見えない。あ、すごいエビの感じ。エビ中です。あ、ほんとだ、すごい。エビ中です。あ、もう切ってあるんですね。もちろんもちろん。皮を剥いても、もちろんもちろん。薄皮を軽く剥いて、あの硬いところはもう下の硬いところは入れないで、柔らかいところだけ。多分太いですね。で、あとお出汁を入れて炊けばいいだけ。こんな入るね。すごい。エビが上で。なんか一本まんまポンと置くのかと思った。はい、なんかそうかと思ってました。それこそなんか缶詰のイメージしかない。あー、確かに確かに。近くなってます。これは楽しみですね。入った上に、あ、ね、大丈夫。はい、はい、はい、ハロー、はい、ハロー、ハロー、マイフレンThank you.
あ、あとこっちありますよ。あ、じゃあみんなあのサムネを撮るのを忘れないように指示してね。はい、よろしくお願いします。サムネ忘れますかね。本当に忘れます。無理の時なんかすごい悔しかった。あれはちょっと悔しかったですよね。あまりにも美味しそうすぎて今はしい気持ちテンション上がってもうさっそうと混ぜちゃいましたからね。涙の風で強くなる。恥ずかしい。行くよ。はい。おお。おいしそう。匂いする本当に。すごいですね。すごい。ニンニクよりもこっちの方が香りが強い。全然エビの方が強い。すごい。すごい。めっちゃ美味しそう。で、今日の話は、あ、私もしましょうか。今日はユミさんで行きましょう。アップでね。いやー、すごいなこれ。すごい。近づければいいのか。うわあ、これうまそう。出ない。うまそう。はい、食べよう。